と京都を好きになる楽を旅する楽旅。はい、みなさんこんにちは、ラフ旅若村です。さあ本日は4月の16日金曜日です。午後の3時になりました。本日もほぼほぼ毎日配信しています、ラフ旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ、本日もスタートしたいと思います。拍手。さあ今日もラフ旅京町屋の1階大広間からこのライブ配信お届けしております。今日は少し朝から曇りがち、時間によってはパラパラと雨が降っておりまして、あまり優れないお天気ですけれども、そんな日はこのラフ旅京町屋、お庭がしっとりと雨で濡れて、雨は雨でまた素晴らしいお庭の風景がご覧いただけるんです。ちょうど今楓の新緑が芽吹いてきておりまして、また地面には苔が緑をさらに増しておりまして、今日の朝方からの雨でまたしっとりと苔も濡れましてね、今ちょうど美しい千載という京町屋の一番中心的なお庭がご覧いただけております。お部屋にはこの雪見障子が入っておりますので、下側の障子を上の方に開けまして、奥の千載お庭が見えるようになっておりますけれども、今日はこの千載お庭を背景にこのライブ配信をですね、今日も元気にお届けしていきたいと思います。さあそして昨日4月の15日木曜日におきまして、1年前のちょうど4月の15日からスタートしたのがこのラフ旅通信ライブ版ということで、昨日で1周年を迎えました。拍手。一応ね、毎日お届けするという気持ちで昨年の4月の15日とにかく皆さんとお会いすることができなくなりましたので、ちょうどね4月の頭に緊急事態宣言が出て、なかなか東京名古屋にも行くことができなくなりましたし、全国に公演で行くこともできなくなりました。ツアーもなくなって、これはと思いましてね、ちょうど1年前にそうだ、もうこのオンラインで皆様に京都の魅力をお届けをして、そして何よりも元気を皆さんにお届けしようということで始まったこのラフ旅通信ライブ版なんです。昨日で1周年を迎えまして、皆様からもいろんなですねお祝いのお言葉をいただいたり、またこちら実は東京の会員様から桜が届きました。大きな桜がお花として届きまして、昨日私がちょっと封を解きましてね、いやーこれどうやって生けようかなと思いましてね、とりあえず町屋にありました花瓶にこの桜の花、若村流で生けました。これ私が生けました。なんとなくね、もうとにかく勢いよく、もう四方八方へと自由に枝が伸びる、そんな桜をイメージしましてね、まさに今春、生命力がみなぎるような力強さを表したいということでね、一応コンセプトだけはしっかりしてたんです。あとは生け花の技術がないものですから、皆さんから見てどうか分かりませんけれども、若村流お家元の生け花ということなんです。せっかくのね美しい桜のお花になりますので、週明けいつもラフ旅京町屋の床の間などにお花を生けさせていただいております。先生にもしお時間がありましたら、ちょっと週明けに来ていただきましてね、さすがにこの若村流ではね、なかなかずっとお飾りするわけにはいきませんので、先生のお時間がありましたら、先生の見事な腕前での桜の生け花を生けていただきましてね、またこのラフ旅京町屋の床の間などにこの桜を、春爛漫を、ね、感じさせる桜の生け花をですね、このラフ旅京町屋にお供えしてみたいかなと思っております。
またやっぱり1周年お祝いだということでね、こちらのビールもいただきました。こちら金島正宗さんがね、地ビールとして今出しております。今大人気のビールなんですが、こちらが町屋爆酒、そしてこちらが花町加害爆酒といいましてね、こちらはまたこの改良品種の麦を使ったビールということで、3種類のビールを頂戴いたしまして、しかもねグラスもいただいておりましてね、このグラスよく見るとね、カルオスって入っておりまして、この金島正宗さんの、まあ、ビールの確かブランドだったと思うんですけども、素敵なビールをね頂戴しております。実はもう少しねいただいておりましてね、今冷蔵庫でキンキンに冷やしています。グラスも冷やしています。今日仕事が終わりましたら、ぜひこの1周年を記念して乾杯ということでね、美味しくいただかさせていただきたいと思いますので、今冷蔵庫でねキンキンに冷えてますからね、最高の喉越しだと思うんですよ。まあこれまで1年間だいぶ喋ってきましたんでね、このライブ配信でその喉の疲れを癒すようにビールをいただきたいと思います。まあそういうねお話をしてますと、実はこれまた東京の会員様からビール券もいただいておりましてね、これでお疲れを癒してくださいというねお手紙も添えていただきまして、ビール券もいただいておりますから、もう今日から私はビールには困らないということで、美味しくですねこの1周年を祝って、なかなか今ね外でわーっとこうお祝いすることはできませんけれども、まあそれはね、まあそれでぜひ1周年は1周年でお祝いをねさせていただきたいと思いますので、ビールもですね美味しくいただきたいと思います。また皆さん京都にお越しの際にね、この、ビール、金島正宗さんのこういうね地ビールで、ちょっとこれがね町屋爆酒でカルオスと書いてるんですよ、見えますかね、こういう形でこの種類と、そしてこちらがまた味が違うんですけどね、加害花町でまったりと書いてましてね、ここに、まあ、いろんな種類の多分酵母が違うと思うんですけどね、まあ、こういうビールがありますので、ぜひまた皆さんも美味しく京都のお酒をね飲んでいただいたらいいと思います。こちらはね楽旅のお酒といえば田中玲さんなんで、これどんなお酒ですかと田中玲さんに聞いてね、何か聞いたんですけどね、覚えきれませんでした。なんか独特のね、はんなり IPA と入ってましてね、多分何かこう独特の酵母なのか、もしかしたら品種改良した麦芽を使っているとかね、何かあるんでしょうかね。これも楽しみにこの後今日飲みたいと思いますので、また皆さんもね、京都に来られましたら、こういう地ビールをね、飲んでいただくのもいいと思いますので、ぜひご賞味をいただく、そんな機会をね、また京都で作っていただきたいと思います。ちょうど今ね、ここ、一輪ほど桜が咲き始めておりまして、まあ桜ですよね、これ。結構ね、つぼみのあたりはね、赤色が濃く、でも今、小さなこう、ぼんぼりみたいに、お花がつきつつあります。この辺りも今もう咲きそうですね。なんかね、昨日今日あたり、ちょっと今日もねかなりぐっと気温が下がってまして、まだまだね花冷えと言いますか、寒さをちょっと感じます。20度ぐらいかな今日も最高気温で、一時25度ぐらいまで最高気温がいった日もあったんです。ちょうど桜が咲いた4月の上旬あたりはね、暖かい日が続いたんですけれども、この1週間意外とねひんやりとしてまして、もう今日朝からね、うちの京町屋、まあ、なんせ風通しのいいもので、真夜中誰もこの京町屋には暮らしていませんので、朝出勤して、まあこの町屋の中がねかなり冷え込んでるんですよ。だから今日朝はねちょっと暖房のスイッチを入れまして、エアコンをねちょっとかけたんですけども、それぐらいね結構今日はねぐっと冷えて、手先もね今ちょっとね冷たくなるような、そんなね寒さになっていますね。
どうでしょう、週間天気予報見てないんですけど、いつまた春のような暖かさが戻ってくるのか、ね、心待ちにしてまた、京都の、ね、暖かさ、春を、ね、感じたいかなと思っております。さあ、そしてね、この1周年ということで、いろいろね、考えていたんですけども、実はね、いつも番外編でお便りをいただきます。ニックネーム、年金ランナーさんから、なんとこれまで1年間のライブ配信をね、ずっと記録を取っていただいておりまして、確かね、年金ランナーさんはね、同じ動画を3度見て、1度目は普通に見て、2度目はメモをしながら見て、3度目はそのメモの中で、またはトークの中で何か調べてみようと思ったことをさらに調べながら、学びを深めながら3度目ご覧になっているということで、一つのライブ配信を3度味わっているというね、すごいですね。私も自分のトークはあんまり振り返って見てないですけれども、多分ね、年金ランナーさんの方がね、私より私の行っているこのライブ配信のことをよくねご存知のようで、この1年間のまさかまさかのハプニング集ということでね、ちょっとお便りをねいただいたんですよ。どんなハプニングが過去にあったかと言いますとね、例えばほぼ1年前です、昨年の4月の29日水曜日のライブ配信です、第15回目。この時にある奇跡が起こったんです。まだその頃はね、1日2回旅くじを引いておりまして、1回目の旅くじが開けず通り、そして2回目の旅くじが稲葉堂平等寺ということで、これ実はね、開けず通りというのはこの2回目に引いた稲葉堂平等寺さんの門が開かずであったことから、その平等寺さんからまっすぐ出る道が開かずの門から出る道ということで、開けず通りという名称がついておりましてね、だから本来関連した話題だったんです。で、旅くじとして別々のくじになっていたんですが、なんと開けず通りを1回目に引いてトークをお届けして、2度目の旅くじを引くとその平等寺が出まして、まさか奇跡の連続関連する旅くじを引いたということで、ハプニングに挙げていただいております。開けず通りと稲葉堂平等寺がまさか同じ日に出るとはということでいただいております。で、まだまだハプニングがありましてね、一番ね、私も思い出にあるね、最高傑作がね、これもまた昨年のちょうど1年ほど前です。5月の5日お端午の節句の日ですね、火曜日で、第21回目のライブ配信の日です。この日はね、なんと旅くじを引いてくじ改めをしたところ、そのくじが白紙だったんです。何にも書いてなかったんですよ。確かね、玄関庭でやったような気がしますよ。で、井戸を背景にちょうど玄関でライブ配信をお届けしておりましてね、なんかひっくり返りそうになった記憶があります。もうね、くじを引く瞬間ってかなりね、ドキドキですよ。何が出るか分かりませんから、まあ緊張感が高まる中でこうやってね、くじ改めをしてるんですが、はっ、白紙ということで、まあびっくりした記憶があります。昨年の第21回5月5日火曜日、白紙の旅くじが出た日がありました。続きまして、第130回目8月の25日火曜日、あ、一番暑い夏の頃ですね、8月25日火曜日のライブ配信ではね、これまたお隣同士のお寺が同じ日に出てきます。大原野にあります法母大院元徳寺さんと、そのお隣正寺寺、この2つのお寺が同じ日に旅くじで出てきたという奇跡がありました。さらにその9回後の第139回目、9月の6日日曜日に、これ覚えてますね。日曜日なんですよ。で、会社にスタッフが誰も出社してなくて、
私一人、しかも夜ですよ、確か夜に玄関に近い応接間でライブ配信をしてたんですよ。そしたら気づいたら Wi-Fi がストップしてまして、ライブ配信そのものが中断してたんですよ。でもそれ私当時はね、今のカメラにパソコンをつないで、ね、今パソコンの映像がねちょっと見えてますから、あ、ちゃんと配信されてることが分かってるんです。でも当時はもうこのカメラ一つだけでね、まあスマートフォンなんですけども、私のスマートフォンで撮影をしたのをそのまま電波でインターネットに飛ばしていましたので、画面がね向こう側にあるんですよ。今カメラがこっち向いてまして、ということはスマートフォン画面は向こう側にあって、配信できているかどうかがねこっちからはわからないんですよ。なのでまあてっきり配信いつものように行っていると思いましてね、ずっとこう力説をしていたらね、実は一つ目の旅くじでもう Wi-Fi が切れてライブ配信がね中断してましてね、二つ目の旅くじはもう私一人舞台、まあ完全に独り言でねずっとね、あの応接までやっていたということになったんですね。全くね中断していることに気づかずにそのまま配信を続行していたというね、第139回目9月の6日の日曜日に、そんなね今まで最大のハプニングですよ、配信ができていなかったというね、そんな配信がありました。さあそしてね、第151回目9月の21日月曜日、ちょうど半年ぐらい前です。9月の21日月曜日の配信ではね、諸刃神社という神社が出てきたんですが、このねいつも旅くじパッと皆さんにお見せをするんですが、そのくじ改めでヒントを出した後、今日はこちらのトークテーマですとこう思いっきり引っ張りすぎましてね、旅くじがぶっちーと切れましてね、えらいことになったんです。ということで、まあ、この諸刃神社はですね、旅くじが破れるというねハプニングになってしまったということなんです。ありましたね、ちょっと待ってくださいね、この旅くじ、あの切れたやつがねあるかな、ちょっと待ってくださいよ。このね、今まで引いてきたこれ旅くじの束です。旅くじの束、これ前もねちょっとご覧いただきましたが、これだけ旅くじを引いてましてね、第151回目どの辺だろう、全然もうこれ探せませんね、多すぎてどの辺かな、いやあのねセロテープでつけた記憶があるんですよ。ああれ、あ違うな、セロテープでねあの修復した記憶がありましてね、わかりません、多すぎてわかりません。はい、ということでね、あ、ん？これ？あ、あった！ありました！これですね、これ諸刃神社、ここが切れてましてね、セロテープで貼ってますけどブチーってやりましてね切れたんですよ。諸刃神社がそれでしたね、出てきました、すごいこの量ですね。ということでまたこのね旅くじこれからもどんどん溜まってくると思いますので、また折を見てね、皆さんにも見ていただきたいと思います。はい、さらにねまだねハプニングありましたよ、ハプニングというかね素晴らしいハプニングです。第195回目11月11日、お、すごい縁起のいい1111、第195回目11月11日の水曜日のライブ配信では、うちのスタッフの福間さんが、まあ、登場いただきまして、福間さんがこの旅くじを引くというね、
そういう会があったんですけれども、その時に福間さんがなんと2回とも当たりくじを引くということでね、大丸京都店様のカタログでいろんなものがいただけるというね、カタログの当選と、また岩間さん、あの福間さんがねプロデュースしました岩泉寺のライブ配信住鬼 T シャツがね当たったのもこの日だったんですね。ということで福間さんが同じ日に2回黄金の右腕で当たりくじを引いたのが第195回目11月11日ということでね、いやー確かにそんなのもありましたね。さあそしてね、第234回目もう年末ですよ。12月の30日の水曜日、よくやりましたね年末まで。12月の30日水曜日は京都の南安楽寿院というお寺さんが出たんです、旅くじで。でヒントを言う中でポロッと安楽寿院と言ってしまいましてね、ヒントにならなかった、ポロッと答えを言ってしまったのがこの第234回目の安楽寿院ということでね、わあこれありましたね確かに。でね、この旅くじ今まで何回もこう足して足して数を作ってきたんですよ。最初ねこんなにたくさんやると思ってなかったので、まあそんなにたくさん作ってなかったんです。あ、まだ旅くじがいるということで新たに追加をしてこの中に入れていってるんですけども、一応ねエクセルで、あのパソコンの中にエクセルというシステムがあって、その中に何月何日に何が出たというのを全部ねこう一応記録してまして、会社の方で。で旅くじを作るときにこれ重なったらね同じ旅くじが出ますから、重ならないように一応チェックしながら新しいくじを追加してるんですよ。それなのに同じテーマが2回出たことがあるんですよ。これがね第70回と第132回にね、島原、住屋さんとかね和違い屋さんがあるね、島原が実は2回出ています。そしてもう一つね、先日皆さん鯖街道、今日16日ですから2日前、4月の14日水曜日鯖街道が出ましたが、実はあれね第79回の昨年の夏7月2日木曜日にも鯖街道出てましてね、皆さん気づいてました？あの年金ランナーさんね、年金ランナーさんは1日1つを3回見てますからね、すぐにメールが来まして、若村さん、鯖街道出てますよ過去に、ということでね、あのメールをいただきまして、はっと気づきましてね、確かにエクセルを調べてみると鯖街道出てたんですよ。でもなんでね2回出てしまったかというと、1回目は鯖街道という文字だけで旅くじを作ったんです。で2回目は京都にある石碑、石碑もそうだ遠くで行けると思いましてね、いろんな石碑が京都ありますから、その石碑を実はピックアップをして、石碑鯖街道と書いてたと思うんですよ。ちっちゃく石碑と書いて鯖街道という旅くじだったんですよ。なので鯖街道という道を紹介するのと鯖街道の石碑を紹介するのとかぶってしまいましてね、これでね2回出てるんですよ。もしかしたらこれは他にもあるんじゃないかと思って、その鯖街道の指摘があった時にちょっと後を調べたんですけどね、まだね実はその石碑関係で重複してる、そんなねトークテーマがあります。だから今ねこの旅くじの中に過去にも出たんですけれども、また出るやつがあります。もうそれね探してのけるのも大変なんでね、もう皆さん2回出てもわからないでしょ。だから2度目は復習です。復習としてまたね聞いていただくといいのかなと思いますので、ぜひまあ2回出ても多めに見て、あ出たなと、まあでも復習だということでね楽しんでいただくといいのかなと思いますので、まあぜひこれからもですね2回目出ましたらそれは温かく見守っていただくといいのかなと思っております。はい、ということでニックネーム
年金ランナーさん、ありがとうございました。1周年にふさわしい話題をもうこれね、メールでまとめてキャッといただきましたんでね、今パッとねご紹介することができました。また今後もいろんなハプニングが皆さんね登場するのも、これライブだからなんですよ。ライブだからね。最近はあの 鼻水が出そうになって、今もね鼻水が出そうになってるんですよまたね、あの咳が出たり、もう何らしかありますから、ライブ配信ですから、まあ、それも含めてぜひこの楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ、これからも楽しんでいただきたいと思います。さあ今日はねこれで終わりませんよ。やっぱりね、まあ一つ引いときましょう。いきますよ。本日も旅くじを引きたいと思います。さあこのくじの中身をトークテーマとして皆様にどこかの寺、どこかの神社へと旅をしていただきます。さあ本日のトークテーマを決めていきたいと思います。くじ取り式です。さあいきますよ。さあいきます。下の方から当たりくじが3つ入っておりますからね、今日のふさわしき日に当たりくじが出るか、こちらの旅くじを本日のトークテーマとしてみたいと思います。続きましてこの中身を改めます。くじ改めです。まずは私が確認をしましてね、皆様に1つ2つ3つとヒントを出していきます。皆様そのヒントを聞きながら、あそこのお寺かな、いやあそこの神社じゃないかな、など考えながらぜひね聞いてほしいと思います。わかったという方はぜひコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知ってるか腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。くじ改めです。さあ当たりくじになるか、逆さま。これ逆さまはいつから出たんでしょうね。まあまたこんなこと言うと、なんかあの、ね、年金ランナーさんがパッとこうメールを、いやいやそんなことないです。あの以前のねライブ配信の中で確か第7回目にシュワッチが出たんですかね。それをね調べて教えていただいたのも年金ランナーさんでした。ありがとうございます。それではいきます。本日のトークテーマ、当たりくじではない。おお、すごい。これはねちょっとわからないかな皆さん。京都検定に出てたかな、テキストに。いや出てないと思うんですけどね。今日のトークテーマは言葉です。お寺とか神社とかを表すような固有名詞ではなくて、ある状態を表す言葉なんです。でそのある状態とは何かというと、明治以降京都御所やその周り、公家町、現在京都御苑がありますが、明治以降のすぐの頃の御所や公家町の様子を表した言葉です。これちょっとね難しい、ヒントも難しい、これ今までで一番難しいヒントじゃないかな。でつまり明治以降京都御所や周りの公家町はどうなりました。明治天皇が東京に行かれ、公家たちもこぞって東京に行かれましたから、京都御所、公家の邸宅、今の京都御苑あたりは、まあ、住んでいる人、主がいなくなったわけですよ。で、人がいないということは、やや、こういう状態になりますよね。ああいう状態になりますよね。そういう状態を、こう言うんですよ。こういう状態になりまして、だから、もう一度明治天皇が一時京都に帰ってきた時にこうしなさいと命じてできたのが今の京都御苑、ね、公家町が取り壊されまして国民公園として御所と仙洞御所は保存され、周りの公家町は今の国民公園、
京都御苑となったんですよ。ということで、その御苑になる前のあの辺り一帯を表す、そんな状態を表す言葉です。テキストに出てたかな、わかりました。これちょっと難しいと思います。今日のねトークテーマはねこちら、もうちょっといきましょうか。何々の住処、何々の住処になったんです。その何々には動物が入ります。そうですね、動物が2匹入ります。何々の住処になります。もう分かりました。はい、キツネ、タヌキ、コリの住処です。これちょっと難しかったですね。あまり日常的にも使わない言葉ですけども、まあ例えばね、お寺なんかが荒れ果てて人がいなくなって、まあ動物たちがもう自由気ままに住むようになったらね、こういうキツネ、タヌキが住んでいるコリの住処といいましてね、まあ実はもともと奈良にあった都が京都へ移りました後も奈良がコリの住処になって、そしてまた京都が東京へと都を明け渡し、天皇さんがいた御所または公家町が荒れ果てていきます。主を失った建物は傷むのも早く、コリの住処になっていたところ、例えばもう一度京都に一時帰ってこられました明治天皇がそれを嘆いて御所、仙洞御所を保存、公家町は取り壊して国民公園の今の京都御苑へと姿を変えていったんです。ということで、コリの住処ということで、これはちょっとむつ、これまあ一般的に別に御所だけに使う言葉ではないので、まあ一般用語ですからね、国語辞典を引くとこれ出てくると思うんですけれども、まあこれね、コリの住処と称された状態がね、まさに明治以降の京都御所の界隈に見られましてね、まあ例えば、まあそういう形で御苑が整備されたり、また当時三代目京都府知事の北垣国道なんかは、やはり人口も減少し、都の地位を東京に移されたということで、京都はこのまま衰退するんではないかと危ぶみまして、そこで琵琶湖疎水一大事業をね、行って、その琵琶湖疎水の一大事業によって、水が京都に滋賀県から運ばれて、飲み水、工業用水、発電、電気が起こり、工場が動き、電車が走り、ちんちん電車が走り、京都は一躍明治以降の華やかな近代化の道を歩んでいくことになったんですね。まあだからやっぱり一時こういうコリの住処に、京都そのものがなろうと、していたところをね、明治の先人たちがぐっと京都を支えまして、今の京都があるということなんですね。やっぱり長い歴史が受け継がれるということは、その時代その時代の人が思いを持ってこう歴史をつないできた、その証が今ということになりますので、また京都御苑を歩くときに、かつてのその小児の住処と言われたね、荒れ果てたそんな姿をちょっとね想像しながら、しかしその時にくじけずに近代化の道を図ったことが、今の京都148万人のね、多くの人々が住む政令指定都市になっているわけなんです。その歴史をねちょっとかみしめながら御苑を歩いてみるのもいいんじゃないかと思います。コリの住処、今日一番これ一番難しかったトークテーマかもしれませんね。答えてる方いらっしゃいますかね今日。はい、ということで、ほぼほぼ毎日配信しています、楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。本日のトークはここまでとなります。はい、さあそれでは今日もいきますよ。この桜の生命力のように元気よく、心にハートに元気をチャージしたいと思います。さあ皆さん、合言葉は？きっと、もっと、京都を好きになる。この好きになるというところ、皆さんも大合唱いただきまして、好きになるですから、
手にはハートマークを作って、今日も京都から皆さんにたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます。きっともっと京都を好きになる。ということで、本日は午後3時からお届けしました楽旅通信ライブ版1周年を記念して、お花、ビール、ビール券と年金ランナーさんからの素敵なメッセージを読み上げさせていただきました。明日からも変わらずと行きたいんですけれども、なんとね、明日は皆さん特別出張ライブ配信です。さあ明日はね、どこからお届けするか、これはね、もう明日お楽しみに。で、明日はね、ある事情があって、ある場所からそのライブ配信をお届けするんですが、そのある場所というのがね、ちょうど午後3時から営業が始まる場所なんですよ。あるものの営業が始まるんですよ。もうそこには決してね、カメラを入れることはできません。明日わかります、意味が。とにかくね、3時以降はそこカメラが絶対入れないので、3時までにライブ配信を終える必要があるんですよ。なので明日はね、ちょっと特別なんですが、出張楽旅通信ライブ版ということで、時間を変更しまして、午後の1時30分午後の1時30分13時30分からの特別枠でお届けしたいと思います。1時半ぐらいから、まあ2時半前には終わって片付けて、3時にはもう出ないと大変なことになる場所なんですよ。なのでぜひ明日ね、皆さんご期待ください。明日はね、生で見た方が面白いかな、多分。まあ別にライブじゃなくても大丈夫ですけども、明日はね、ぜひライブで、出張ライブ配信ですからね。しかもなぜ時間を1時半からにするのか、そのあたりもね、あーと皆さんわかると思います。3時から営業なんですよ。でもそこはね、絶対3時以降はね、カメラを入れてはダメな場所なんです。ということで、皆さんの頭には謎はてなマークだらけだと思いますけどね、ぜひ明日午後の1時半13時半からライブ配信を行いますので、ぜひ皆さんご期待ください。それではさようなら、ありがとうございました。さあ今 Facebook のご覧の皆様、ハートマークを連打して心にハートに元気をチャージしてください。それでは明日は出張ライブ配信で午後1時半にお会いしたいと思います。ありがとうございました。ではポチッと消したいと思います。さよなら。